先が見えないってやっぱり人間って不安だよね。頭おかしくなるよね。俺がなんか変なこと言ってんのかなとか。家族とかは大きいかな、そういう人たちがいるいない。おばんざーい、おばんざい屋の店主バンドリュウジです。皆様いらっしゃいませ。本日もですね、バン対談やっていきたいと思います。本日のゲストはですね、去年まで本当にいろいろお疲れ様でした。ということで本日のゲスト、家元さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやーバンちゃんやっと来ちゃったよ。そうですね、去年ですね、2021年シーズンをもってレフリーを引退したと。そうですね。何年やられたんですか？2002から J2 の副審をやり始めて、副審？違う主審だ。あ、主審ですね。副審もうちょい前かな。で、2005から国際とプロ契約、大阪協会と。2005、5、うん、16年ぐらい。ほう、それで500 J リーグか、はい、が516かな。その今そのふわっと最初に言ったので、副審を、うん、ちょっとだけやったね。やられてたんですね。ちょっとだけやった3試合 J1、 J2、 3、まあ、ナビスコあるいはルバンがちょっとかな。レフリーってどういう形なんですか？その最初なるっていうか、その審判なのか、うん、副審なのか。あの時は昔ラインズマンでしたよね。先審でしたよね。そうそうそう、昔はね。なんかね、こう、まあ、ピラミッドの構造があって、はいはい、で4-3-2-1っていうのがまず ありますと、うんうんうん、昔は一級審判になって、はい、全国大会とかあるいはそのいろんな試合をやって評価されて、うん、で、まあ、ランキングみたいなのがあって、はいはい、で J リーグはまあ一番上のカテゴリーっていうかな、うん、だったんだけど、最初は基本的には副審から入るパターンだったの。副審やってもともとはそうそうそう、うん、で経験して、で他の昔でいうサテライトリーグだったりとか、いろんなそのなでしことか全国大会とかやって評価が受けていって、はい、まあこいつそろそろ上げてもええんちゃうっていう形になって、うん、た時に、うん、まあ主審の方に変わっていくっていうスタイル。今はその前からもう最初からもう分かれちゃうっていうパターンなんだけど、昔はまず副審からっていうのが基本ラインだね。もう今はもう分かれるんですか、早めに。だいぶもう JFL とか、うん、そのまあ地域リーグはまだ2級とか、うん、1級 の、 その若手さんぐらいの時にはまだ両方やるんだけど、うん、そこからもうなんかこう選考が始まって、うん、基本主審の人、副審の人、まあ、多少このミックスはあるんだけど、うん、まあ、ミックス入れ替わりあるんだけど、うん、だいぶ早い時からこう2つに分かれてるよね。どれぐらいですかね、家元さんと。だから2000、うん、J の時は2005年ぐらいっていうことですか？ 5年、6年ぐらいっていうことですか？バンちゃんで試合どこ覚えてるかな。ちょいちょいやってるよね。ちょいちょいやってます。それはもちろんちょいちょいやってますよ。多分退場にはね、なんかされてないような気がするんですよねでもすげえこうわなわな言われた記憶はあるけどね。ゲモンさんっつってわねわね言われた記憶があるけど、まあでも俺バンちゃんにカードあんま出した記憶はないけどね。話はするしたりはするけど、違うでしょこれでしょって言われた記憶はあるけど、なんかこう、そうですね、記憶ないんだよね。僕ら高校生の時に、うん、結構審判試合とかで割り当てられてじゃないけど、うん、練習試合とかやったりとかしてたんですよ。あ、本当？はい。だから余計にその難しさとか、あ、経験があるんだね、うんうん、やってたんで、うん、なんかなかなか文句は言えへんなみたいな。言うとったけどな。いや、言うとったけどそもそもその審判をその目指した、うん、これはいつぐらいなんですか？まあ、目指したっていうわけじゃないんだけど、うん、まあずっと僕もボール蹴ってました。で、まあ、高校ぐらいからこうちょっと激しい練習とかさ、うん、そういうこう夏は暑い時に追い込んだりするでしょ、うんうんうん、あれが体がちょっと耐えきれなくて吐血をしてたのね、うん、でその量がどん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 ムカムカーとして、なんかキリキリとして、うん、あーなんかグッと上がってくるんで、うん、ペッと入ってもう黒い塊が、っていうのが徐々に大きくなって増えていって、うん、量として、うんうん、で大学1年の5月6月ぐらいかな、うんうん、なんかこう同社だったんだけど、はいはいはい、そこのこう練習とかでやってる時にこう今まで見たことないけどブワーッと出て、うん、これまずいなっつって、うん、病院に行って検査して、うん、やったらちょっともう やめた方がいいよねって。あ、何やったんですかそれは？出血性なんたらなんとか忘れちゃった、なんかそういう感じで、なんかもう要はその スポーツっていうかその激しいトレーニングとかその状況に体が耐えられない、うんうん、だからもう胃壁が勝手に切れちゃうっていう、だからもうやめた方がいいんじゃないってそれでサッカーを大学生ぐらいの時に
まあ、一応もうじゃあもうやめるしかない、命の方が大事だから、まあまあそれはそうですね。そうそうそう、でやめたんだけど、遊びでやるずっと僕もなんていうかな、そこそこの、まあ、レベルっていうか勝負 勝つか負けるかっていう世界に来たから、あんま遊びでっていうのがあんまりこうイメージできなくて、選手はなかといってただ単に見るのもな、かといって学生コーチもなでやった時に、さっきのバンちゃんじゃないけど、高校時代にそういう体調が悪かった時に、ちょっとやってたのね、B チームとか C チームとかってな。でその時になんとなくなんか面白いかなってちょっとこう感じがあって、まあ、とりあえずで学連とかってさ、なんかこう各チームそういうこう何人か登録しなきゃいけないんだよね。でそういうのもあって、自分からこう僕じゃあちょっと行かせてくださいって言って取りに行って、で4級から始めて、ちょっととりあえずやってみようってなってやったら結構面白くて、じゃあちょっとやってみようかな、やってみようかな、やってみようかなっていう感じかな。その時に活躍してたそのトップレフリーって誰ぐらいやったんですか？モットラムさんとか。あのいやレスはもっと後だね。あの時は高田さん。高田さん。高田さんとか。レジェンドやな。うん、だって90年ワールドカップ行ってでしょ。で俺が大学だから、まあそうね、高田さんとか。あれ開幕戦って誰がやったん ？J の？うん。小畑さんで京都の方。あ、小畑さんなんや。うん。まあ、おばさんもそう、高田さんとかおばさんとかの時かな。へー、うん、いやモットラムさんとかはやっぱなんか思い出残ってるな、なんか、うん、いろんな意味で印象あるレフリーだったし指導者だったよね、うんうん、これだってこのねサポーターの人もそうですけど、死ぬほどブーイング浴びるわけじゃないですか。そうね、本当試合終わってもうこれ両チームあって、うん、レフリーいて、うん、絶対どっちかからブーイング浴びるみたいな感じって、うん、今は僕は元気じゃないか分かんないですけど、昔よくあったじゃないですか、うん、昔はさっき言ったけど敵対みたいな構図があったから、ね、まあ、それはそうだったよね。あれサポーターを言う、うん、どっちものこうコーチングスタッフを言う、うん、あの時とかどんな感じだったんですか？辛いよね。そう、いやそうですよね、もう一言辛いよね。ねえ、いやなんかきついやろなと俺もなんかちょっと見ながらいつも思ってましたわ。だってあんな90分必死にさばいて帰る時にみんなブーンとかされて、まあでもいい経験だよね。なかなかそういう経験もできないし、まあでもまあ正直で辛かったよね。まあ、それはまあ辛かったし、今の現役あるいはその OB の方もやっぱりそれは大変だったと思うよね。でもだいぶそれはあの本当に理解が進んで、だいぶ変わってきてるっていうのは実感してるし、そういう声よく聞くよね。家元さんってなんかこう、まあちょっと物議を醸すじゃないですけど、何個かこうある感じじゃないですか。まああったね。まあ著名なところだったらゼロックス、2008のゼロックスだったりとか、あるいは16年のチャンピオンシップだったりとか、17年のまあ町田名古屋のまあ人を間違えてしまう、間違えたっていうか、本当は退場しなきゃいけない人じゃない人をまあ退場させてしまったとか、ああいうのはまあ明らかなミスとか、まあミスじゃない評価は問題ないんだけど、そういうこうなんかうまくいかなかったっていうのは目立つところはたくさんあったよね。そのあたりって、まあ一個一個その現象が違うんで気持ちも違うと思いますけど、どういうふうにこう対処したりとかするんですか？その自分の中にこうどう消化していくというか。2008年の時はまだ僕独身一人っていう時の状況と、その後は妻がいて子供たちがいてっていう状況ってやっぱり違うじゃないですか。だからそういう意味で家族とかは大きいかな。そういう人たちがいるいないとか、まあ、気にするなってやっぱり気にするし、まあいろいろとなんていうかな、そこスーパーカップの時なんてこう無期限って言われてさ、無期限ってことはさ、5年かもしれないわけじゃん、極論の話は。確かに3試合かもしれないし、先が見えないってやっぱり人間って不安だよね。そんな時代もあったわけですね。ちょっともう自分の心の置き所っていうのはちょっともう置けないよね。どうしていいか分かんないよっていう。確かに。そう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 。だから笑うしかないんだけど、これがでもずっと続くからさ、頭おかしくなるよね。俺がなんか変なこと言ってんのかなとか、なんか俺間違ったこと言ってんの、あ、自分のパフォーマンスの話は別に、そこは改善しなきゃいけないから当然あったと思ってるから、それはそれはもう映像を見れば分かるから、あ、ここはやっぱりこうした方が良かったな、これはもっとこうした方が良かったな、ここはあんまり問題ないなっていう分析整理はできてんだけど、それ以外のところの話で気持ちの置きどころとか整理の仕方がよく分かんなくて、こういうことを経験してる先輩たちも誰もいないから、みんなどうしていいか分かんないんだね。確かに。だからそこに、まあ、今の妻と、まあ、僕は師匠と仰いでるその松島先生のところ、はい、まあ、この2人に救われたって感じ。あの2人がなかったら多分、まあ、あの時点で多分やめてるか、多分気が狂ってんじゃないかな。
どうですか最後そのどことの試合でしたっけ、どこでしたマリノスとフロンターレだね、最終戦一番いい試合ですね。カードも最高だったし ね、うん、で1位と2位対決かな、ね、得点を争いのゲームかな。あそっか、もう舞台は整ってるよね、最後みんなでこうね。いやあれはありがたかったね、やってもらって。審判によってもプレースタイルが違うんやみたいな話を違うねされた時に、え、そんなことあるんですかと思ったわけですよ。見方捉え方多分人によって全然違うし、うん、そのレフリーのスタイルとか、うん、